英語の最後の部分ですね、エッセイの部分になります。エッセイは例年、そうですね、その What connections can you find between the passage and the poem? パッセージとポエムの共通点を一つ探して、それらに共通したテーマは何なのかっていうところと、そのテーマをもとに、そのこう現在私たちが生きている世界、社会の問題や社会につなげられるところは何があるかっていうところと、あとは最後に自分のパーソナルレスポンス、個人の経験を踏まえた感想やリスポンスを書くっていうのが、2022年までは例年このような、質問だったんですが、ちょっと今年から少し変わって、まあ、基本は一緒なんですけど少し変わっていて、2023年の問題からは共通のテーマが一つ提示されていて、それについて、まあ、自分がどう思ったかとか、っていうふうな、ことを書くっていう形式に少し変わっていたそうですね。例えば私の問題は誰かにコントロールされていることっていうテーマがですね、一つその挙げられていて、そのテーマについて社会の中でこのような状況があるよとか、自分もこのような経験をしたことがあって、それについてどう思ったかとかっていうことを書くエッセイになっています。私がどうなるのかはちょっとまだ分かんないところではあるかなとは思うんですけども、まあそうですね、参考になればと思って期待させていただきました。エッセイもかなり時間配分がねかなり厳しくて、なかなか15分とかでフルエッセイを書くのが最初はすごく難しいと思うんですが、合格されてる生徒さんは絶対1ページ以上は書いていて、1ページ半ぐらいは書いている。もちろん量が全てではないんですけれども、ある程度量も書けているといいのかなというところで、1ページ半はしっかりと書けている生徒さんが多いかなというふうに思っています。長めの文章を書く必要があると思うので、コネクションを示すのもなかなか大変ですね。チャレンジングだと思います。ありがとうございます、はい、続いてトーフの話ですね。はい、そうですね、トーフルは冒頭でも申し上げた通り、90点以上出されると英語の試験が、免除になります。 75% 還元で英語の点数になるので、そうですね、10点取れていると 67.5 は5点とかですかね、換算するとなるというところになっています。で、まあ、トーフルは全部リーディング、リスニングに関してはモルティプルチョイスですね、選択式で、ライティングはもちろん書く必要があるんですけども、リーディング読解問題に関しては説明文ですね、ストーリーとかポエムではなくて説明文になっていて、選択式っていうところで、もしそちらの方が得意だなっていう生徒さんがいれば、それの方がおすすめかなというふうには思っていますが、まあ、かなりレベルの高い問題にはなっていまして、アメリカの大学1年生が教養科目で習うような問題がベースになっていまして、あと3時間半の試験にはなっているので、かなり時間がかかる、しかも4技能全てですねかかる試験ですので、タフな試験内容にはなっていますので、まあ、こちらもね、疲労の試験を受けるか豆腐の試験を受けるかっていうのをこちらも踏まえて考えていただければとは思うんですが、トーフルで、まあ、90点以上、まあ、100点に近い点数が取れているならば、もうそちらで出してしまうことがおすすめではありますね。こう本番英語の試験でどんな質問が出るか全く分かんないですし、ストーリーとポエムが得意だなというふうに思っていても、本番の問題が運悪くすごく難しい問題だったり、こう、そうですね、点数が取れないと少し不安なところはありますので、トーフルは結構何回も受けられる試験でもありますので、トーフルで、受けてしまう、まあ、安心なのかなとは思っています、でこちらでトーフルがですね、7月から試験内容が、かなり大きく変わる予定でして、今まで3時間とか3時間半の試験が、まあ、2時間ほどに短縮される予定になっています。ですのでこちらまで、あと7月からの試験内容に関しては来週同じ時間の、ウェビナーで、説明をさせていただきますので、こちら私ともう一人の滝沢先生と説明させていただきますので、もしご興味があれば、見ていただければと思っています。
でしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、90点で、まあ、通常のポエムの試験だったりとかで65点取るよりかトーフルの方が問題の相性によっては対策がしやすかったりするかなとは思うので、そういったところは本当に1年前ぐらいからですかね、試験の1年前ぐらいからしっかりと考えて対策っていうのは考えられていけるといいかなと思っております。で、年々90点の免除だけではですね、なかなかリードできなくなってきておりまして、本当にTOEFL免除で受験される方毎年数は着実に増えていて、なおかつレベルも高くなっていますってなった時に、なかなかそこで差別化がどんどんできなくなってきているので、むしろ国語とか算数ですね、そちらの力を入れていかないと多分おそらく今年もですね合格がちょっと遠のいてしまうのかなと思うので、ぜひ算数と国語も視野に入れられるといいかなと思います。